カメラ回りました。こんにちは、演劇集団よろずや所属の浜辺環奈、23歳です。最近ど田舎の奈良県を離れまして大阪に出てきました。で、1ヶ月経ったんですけど、久しぶりにお父さんと飲む機会がありまして、飲んでる時にちょっと昔のことを思い出しまして、私が小さい時なんですけど、海に行った時に花火をしていて、で、私が花火を怖がって海に落ちるという、あの船とかが置いてるところなんですけど、落ちてしまった時にお父さんが飛び込んで夜に助けてくれる。で、私は無傷で助かったんですけど、お父さんだけ足の裏を大怪我するっていう、そういう事件がありまして、あ、この人は命の恩人なんだなっていうのを改めて思い出しまして、家族は大事にしないとなって思いました。いいなずけ陰陽師楽しい内容になってます。ぜひ見に来てください。いいんじゃない。